身長ってごまかしようがないんですね。あれ？なんかこの子顔が違う。これはほぼ確実です。可愛い子知らない？こんにちは、さゆきかなです。今回はパネルマジックの見破り方について話していきたいと思います。皆さん、風俗を利用している時になんかちょっとイメージと違うな、ちょっとなんかあれかなと思って嫌な気持ちになったことありませんか？そのパネルマジックの見破り方ご紹介していきたいと思います。本日も最後まで動画をご覧ください。よろしくお願いします。パネルマジックの見破り方3パターン用意させていただきました。まず一番優しい1つ目、風俗のプロフィール欄に身長って書いてると思うんですよ。身長ってごまかしようがないんですね。ごまかしてるところは多分少ないと思います。そんなに誤差はないと思います。なので背の高さから大体の女の子の背丈の大きさを把握することができるかなというふうに思います。これが1つ目。続いて2つ目、 SNS です。 X とか Instagram、 そういった SNS にアップしている写真とお店のホームページのパネルの写真を見比べてみてください。そうすることによって、あれ？なんかこの子顔が違うっていう風になるかもしれません。それが2つ目のパネルマジックの見破り方です。そして最終手段3つ目、これはほぼ確実です。それは何かというと、実際に気になった女の子を指名しちゃいます。その指名した女の子に、可愛い子知らない？君が知ってる中で一番可愛い女の子って誰？っていう風に聞いてみることです。ただしこれ結構聞かれた方の女の子だいぶショック受けやすいですし、失礼な行為にあたるので、配慮としてチップを渡したりとか、今度上司先輩をお店に連れてきたいんだけど、すごい可愛い子を先輩や上司に接待したいから絶対に外せないんだっていうように言い訳を作ったりとかすることが必須だと思います。絶対に普通に示して、ねえねえ可愛い子知らない、君より可愛い子知らないとか、そんな絶対に失礼なことはしないようにしてください。それ絶対条件です。私との約束です。でもこの3つ目の女の子に直接可愛い子を聞いてしまうっていうのが、ハズレを引かない一番の方法だと私は思います。ただし結構リスキーなので、先ほど私が言ったようにチップを渡したりとか、それなりにちゃんと女の子のフォローもしつつ聞いてくださいね。はい、という感じでパネルマジックを見破る方法3選を選んでみました。いかがでしたでしょうか？本日の動画面白いな、ためになったなと思ってくださいましたら、グッドボタンとコメント欄よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。